カディーシャ渓谷と神の杉の森は、レバノン中央部のレバノン山脈にあるカディーシャ渓谷と、そこに群生しているレバノン杉を指すユネスコの世界遺産登録名称である。なお、登録名にあるシダースはヒマラヤ杉族を意味し、通常、杉、または杉と日本語へ訳されるが、現地に自生する樹木は杉ではなく、松に近縁な種である。 レバノン山脈最高峰のコルネエール・サウダス山の山域にあるカディーシャ渓谷はレバノンで一番の景観とも言われている。カディーシャ渓谷はレバノン杉が2004年現在も自生している地でもある。神の杉の森レバノン杉は紀元前にフェニキア人の繁栄の原点になったことでも有名である。フェニキア人は当時レバノン山脈全域に自生していたレバノン杉から ガレー船をはじめ、船舶の建造材として使用。また、木材や樹脂をエジプトなどに輸出していた。レバノン杉は、長年の伐採がたたり、2004年現在は1200本程度が残るだけになっている。また、樹齢1200年以上のものが400本ほど残っている。また、レバノン国の象徴として、国旗中央にレバノン杉が描かれている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。